和室の各部名称なげしとは、日本建築に見られる部材で、柱を水平方向につなぐもの。かもいの上からかぶせたり、柱間を渡せたりするように壁に沿って取り付けられる。柱同士の上部などを水平方向につなぎ、構造を補強するために、柱の外側から打ち付けられるもの。古代の寺院建築では、部材も厚く、本来の構造的な意味合いが強かったため、 上級層の住宅にのみ用いられていたが、中世になると、庶民住宅でも使用されるようになった。中世以降は、体系材の不足により、断面が変化して、次第に部材が薄くなったため、構造的な意義は乏しくなり、もっぱら装飾的な部材になった。寺院建築では、和洋、住宅などでは、書院作りの特徴になっている。材料は、大体が柱と銅材であり、 特に杉の糸まさきなどが良材とされる。杉屋風の部屋では、杉やヒノキの絞丸太を割って、用いたり、麺筆き磨き丸太なども溶剤にしたりする。大きさとしては、柱の6から8割程度が最適である。下端の角には、台面を取り、外面は、中面から2センチくらい突出して、鴨居の上端に吸い付けさせる。上端は、 厚さ1から1.5センチほどが良いとされる。また、その木口を投げし引きという。床柱と内包投げしとの収まりには、7分3分のところで切る時ときと柱を投げしで巻き囲むように四角に包む場合がある。このときに投げしの木口が現れるのを隠すため、床柱に投げしの木口隠しの留め木を植えておいて、これに投げしの端を収めて木口を隠すひなどめや、 柱を3面から四角に巻き囲むように回して、組み付けた留め組みである枕パチの広報を用いる。現在では、ハンガーやフックを手軽に吊るせるように室内に取り付けられた横着になってしまっているが、本来は物をかけるための部材ではない。普通、投げ師と呼んでいる住宅などの和室にあるものは、特に内包投げ師という。投げ師には他にも様々な種類があるが、 その名称は取り付けられている部分で変わる。後藤治日本建築士、渋谷五郎、長岡中馬、審判日本建築場、中村達太郎、日本建築寺、建築大辞典。ありがとうございます。